これあの日本語で僕が話してるからちょっとね変な感じになるんですよね。そして僕は今全然全く無関係のことを思い出して笑ってしまいました。今何を思い出したんだったっけ、何を思い出したかも忘れた。え、今何を思い出したんだっけ。なんか何らかの過去の出来事を思い出して今笑ったんですよ。そしたら隣の女性が僕を見パッて見たから、何笑ってんのみたいな感じで見たから、あ、やべっと思ってやべっと思ったんですけど、何を思い出して笑ったか忘れた。もうこうやってなんかもう痴呆症なんじゃないですかね、ちょっとね。今何考えてたんだっけ、何か、うわぁ、全然思い出せない。なんでだろうか。違う、ハッと気づいたんですよ。あ、そうだ。俺、今読書会場でビデオ撮ってるみたいな感じで。もう頭がどっか宇宙の果てまで行ってました。全然全く違うこと考えてた。いや、あのね、キャシーっていうね、アメリカ人女性がね、この犬種やってるんですよ。これなんつうんだっけ、これスイスマウンテンドッグっていうんでしたっけ。あんまり違うんだよな、なんとか言うんですよ名前は。多分スイスマウンテンドッグなんですけど、もう一個なんか呼び名があるんですよ、呼び方が。でも忘れた、完全に。で、そのキャシーが今このリング会場に多分いるんですよ。リング会場って何、このリングサイドにいるんですよ。で、それを今考えていて、その喋らないといけないんだけど、まだそのキャシーに会いに行っていいものなのかどうか、あるいは、あ、そう思い出した。で、そのこのね、左側にね、多分ね、椅子に座ってるのキャシーなんですけど、で、声かけに行こうかなと思ったんですが、今キャシーの犬が多分出てるんですよ、このリングに。今あのね、ブルーのね、これキャシーの犬なんですよ。このブルーのなんか背中に、ちょっと待って、なんでこんなボケてんの、これ、あれ、ちょっと待って、俺なんでこんなぼやけてるの、なんかビデオが壊れた。ちゃんと映らない。この今この犬ですよ、多分これキャシーの犬なんですよね。で、このハンドラー多分ね、アリサっていうキャシーの娘なんですよ。だけど、それで左側のベンチに多分キャシー、あのね、左側にいる人キャシーなんですよ。この人キャシーなんですよ、この左側の人。これキャシー、いや違うかな。だからそれをね、さっき考えたんですよ。あれキャシーなんじゃないかなって声かけようと思ったんだけど、なんか違うかなと思って、違ったらびっくりするんでしょ、その人。多分いきなり日本人が声かけてきて、へい、キャシーとか言って、誰みたいなね。そして私キャシーじゃないしみたいなことになったら、なんか変なことになるんじゃないかと思って笑ったんですよ、僕はさっき。そうそう、
だからまあ、まるっきり違うことでもないんですけど、それで全然違う人だったらそれなんかおかしいなと思って笑ったら、今度は僕の今椅子の隣に座っているアメリカ人女性が何笑ってんのみたいな感じで見たから、そしてさらに僕は今動画で日本語で喋ってるから、なんかもうとにかくもうさまざまなことがこう複合して今複雑な気持ちになっていたわけですよ。それでそれを同時に3つか4つぐらいのことをパッて考えたもんだから、それはあやべえそうだここアメリカだったと思って思ったのと、なんか全然キャシーじゃなかったらどうしようとか、あれキャシーじゃないんで、キャシーなんじゃないだろうか、そしてあれアリサじゃないよね、あれはアリサ、なんかちょっと元気がないな今日みたいなねことをずっといろんなこと考えながら今すいません咳が出る、もう4つか5つか6つのことを同時に考えていて、そして間違ったらおかしいだろ、間違ったら変な感じになるなと思って笑ったら、その笑ったことが何を考えて笑っていたかも今忘れたりとかして、もうなんていうの、今脳がものすごく複雑なことをいっぱい考えてましたよね。このスパンコールのブルーのこれ背中のこれ、この犬なんですよ多分キャッシーね。で、あのこのハンドラーアリサなんですよ。でもなんかちょっと違うように見えるから、いつもと違うように見えるから、あれみたいなね。思ってたわけですよ。手がしびれてきた。自分の友達だと思ってね声かけたら全然違う人とかいうことはあるんですよ。本当にもうなんか白人ね同じような顔に見えるんですよね多分だから海外の人間も僕たちを日本人を見て同じような顔に見えるんだと思いますよ。で絶対本人だと思って声かけたら全然まるっきり違うとかねいうことありますからね本当に。ただこのショーやってる人たちって本気でやってますからね。だからこの手、まあ、日本でもそうですけど、いやほらなんかちょっと出してみようかなみたいな感じの人もいるじゃないですか。ちょっとショーに出してみようかな犬をみたいな、まあ遊びながら楽しみながらやってる人だっているじゃないですか。まあ別にそれ悪いとは言ってませんよ。そういう楽しみ方もあると思いますから全然それも OK なんですけど、そのものすっげー本気でやってる人もいるわけですよ。でキャシーはものすっげー本気でやってるから、だからほらあの何もう命を懸けてやるようにしてやってるから、もし今の左だから、その僕がキャシーだと思ってる人が本当にキャシーだとした時に今話しかけていいのかなっていうのがあるわけですよ。で
どれくらいのタイミングの時に話しかければいいのかっていうのがあるでしょ。そのなんていうか、今ジャッジの最中だから自分の犬が出てる時に話しかけていいんだろうかって思ったわけですよ。それもあった。左肩がしびれてきた。今度自分の犬が出てる時にその命がけで本気でやってるショーをやってる人に話しかけたらダメでしょ絶対。だからこのジャッジが終わってからの方がいいかなと思ったんですけど、終わったら終わったで今度はなんかもうもっとこうすればよかったとか、ああすればよかったとか、あれが気に入らない、これが気に入らないとか、なんかほら、いろんなこと起きるかもしれないから。だから、どうするべきなのかって言ってるわけですよ。でもアメリカに住んでアメリカのショーに犬を出すってちょっと楽しいかもしれないですね。今見てるとアメリカでやろうかなマジで。自分のなんか犬種を決めて繁殖して、なんかちょっともう飽きてきた。ちょっと止めていいですか。飽きてきたからちょっと飽きてきた。撮ることにちょっとビデオ撮ることに飽きてきました。ちょっと止めていいかなマジで。こんなちょっと止めて大丈夫でしょうかね。そういえば今日ね会場に来る途中でなんか事故が起きてたんですよ。で
交差点だったから僕ちょうど左折しようとしてたんですね。アメリカの場合右側通行だから、あのね、左折する場合は日本の右折と同じなんですよ。すごい面倒くさいんですよ、反対車線をこう横切っていかなきゃいけないから。その時にね、事故車がね目の前にあって、斜め前にで、そのだからそこの脇を抜けていこうとしたら、すっげー警察官、女性警察官がバーって出てきて、何やってんのみたいな、すっげー怒られて、マジで下がりなさいみたいな感じで、うわ俺怒られてるぜみたいな、なんで怒られてんの、さっぱり分かんない、ダメなんだ。その事故車両の横を通って、事故車両じゃない、事故を起こした車をね運ぼうとしているトラックみたいな、そのトラックと運ぼうとし、事故車が運ぼうとしているトラックと、まだ道路に脇にこうスペースがあったから、そこ通っていいんだと思ったんですよ。 そこも通っちゃったの、何勝手に通ってんのみたいな感じで、いや知らないもんだって日本から来てるし、まだ3日ぐらいしか経ってないのに、フロリダに初めて来て、日本からで、日本だったら別に通っていい、むしろ通りなさいという感じな分感じなぐらいスペースが空いてるわけですよ。それを通るなって言うじゃん。じゃあそこになんか立ち入り禁止のテープかなん、テープかなんかほらこうなんていうか張り巡らしてあったらそれはいけませんよ。何もやってきゃやってないんだから、それは通ろうとしますよね。そっちの方に行かなきゃいけないんだから、したら勝手に通るんじゃねえみたいな感じで、ものすげえ怒られたから、と思ったけど、でもまあこのフロリダではそういうルールなんだろうと思って、 Sorry I didn't know that って言ったら、旅行者でみたいな感じで、まあ、ちょっと声は和らげましたけど、最初すっげえ怒ってたから怒られた、朝から会場に来る前に怒られましたからね、一回それと、なんか背骨が痛くてたまんないんですけど、背骨の真ん中が痛くて、なんかね背筋を伸ばしてるのが痛くなってきた。でももうすごい猫背の国からやってきたみたいな、マジで大丈夫だろうか。痛いのを我慢してあすいませんまだなんか COVID が治ってない。だから3日前にサンパウロからブラジルから来ましたけど、そのブラジルを出発する前日に COVID になって、イベルメクチンで無理やり治してきましたからね。イベルメクチンで治った。毎日イベルメクチン12時間おきに4錠飲んでたら、まあ、大体治りましたね。3日か4日が5日ぐらいだったかな、5日ぐらいで、だからまあ昨日か一昨日ぐらいでな、まあ良くなったかなっていう感じになりましたね。
今何してんの、この何この AKC のジャッジのこの決め方、この順番だということか。なんかすっげえ分かりにくいわ、もう毎回毎回、昨日からいつ決まったのか誰が1位なのか分かんないままどんどん過ぎていくみたいになってた。4番だな、そしたら。さっきリングの中に入って撮ってたらすごいじゃないけど、ちょっと注意されましたね。ダメなんですけど入ったらみたいな感じで、あ、すいませんとかって